輪ゴムのカラーチェンジ、 1K なのに家賃9万円ポンチです。はい、今日は覚えておくと便利、輪ゴムのカラーチェンジ解説していきます。お楽しみください。実演、色違いの輪ゴムをご用意しました。真ん中のバッテン、ピンクの輪ゴムにご注目。1、2、この瞬間に黄色に変わります。はい、では解説していきます。簡単だしね、非常に受けもいいのでおすすめです。まず2本の色違いの輪ゴムを用意しましょう。実演でやった通り解説すると、この1本取ったらこうしてバッテン作ります。バッテン、手首をひっくり返してバッテン、右手でも左手のどっちでもいいけど俺は右手でやってます。バッテン作ったらそのままこっちの輪ゴムを取ってこう見せます。で、手首返ってるんで、これ要はね、手首をね元に戻すと色変わるんですよ。これほら、これだけの結構ね不思議ですよね。原理はこれだけですね。これに息をふって吹きかけながら変えたりするジェスチャー入れて変化させるってことなんだけど、最初にね、左手に持っといてバツ作ってからこっちで伸ばして振って入れ替えてもいいと思います。この後調べさせることも可能なんでね。それでね、どのマジックにも共通することなんだけど、こういう現象ね、一箇所にね注目させた方が分かりやすいです。現象がこの輪ゴム見てて、四角とバツ振って入れ替えるとえってなるから、一箇所にねこのバッテンよく見てて、ピンクのバッテン振ってやるとね、ピンクのバッテンが変わったように見えるんで、インパクトがねそっちの方があります。これをなんとなく漠然と見てて変わるよりも、一箇所に集中させてパッと変えた方がインパクトが大きいです。で、このね現象だけね、あんまり見せたくないとこなんで、真ん中のバッテンにご注目っていうセリフとか入れると、こっち見るんで、ワン、ツー、スリーってやってね、まあ、ひっくり返すだけでもいいし、一回このね閉じてやってもね、お好きな方法でいろいろ試せると思います。これいつでもどこでもね、輪ゴム2本あればできるんで、覚えておくと非常に重宝すると思います。試してみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。こういうの覚えておくとね非常に便利だと思います。簡単だしね、ビジュアルでいいものだと思います。これね、多分もう一回やってって言われると思うんだけど、繰り返し演じるのはやめましょう。学生の皆さんはね、学校でよかったら試してみてください。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。